連休ね、非常にいい天気になっておりますね。久々にブルーベリーの畑の方に行きました。まあ本当にね、つい先日まで花が咲いてたと思ったんですけれども、もうあの実のね、元のようなものができてますので、ちょっとね、見てみましょう。何という種類のブルーベリーかはわかりませんが、すでにね、この粒のようなものができていますね。また、この、なってますか、若々しい枝も伸びてきておりまして、非常にこのね、幸先良さそうだということですね。こちらの木はね、まだその微妙に花が残っていますけども、花が終わった後にね、このような実の原型のようなものができまして、最終的にまあこのようになりますね。先端部にかなりの数がなりそうに見えますね。まあ木によってね、実の大きさ、味などね、微妙に違いますけども、これはやや大玉っぽくてですね、すでにやはりこの玉状になっておるものがありますね。ですから早いものもですとね、ハイブッシュ系のものですと、まあ、6月上旬にはね、食べれるものができてくると思われますね。この木なんかは非常に細かいものがついてますね。ですから、大玉を狙うためには、この段階から数を減らすというね、そういうやり方もありかと思いますね。この木なんかもね、先日その、鉄火ですかね、剪定鉄火の動画を出したものだと思います。かなり細かいものがね、出てまして、これ同じ株から2種類出てるんですけどね、こちらはこのような大玉なんですね。これハイブッシュの大玉だと思いますね。ですから、まあ、違う種類のね、ブルーベリーが出たということなんですが、まあおそらくこちらの方が継ぎ木苗、ね、ハイブッシュで、根っこの方から、元々のね、ラビットアイが出てしまったという、まあそういった現象ですかね。まあ本来は片っぽの方にね、集中すると、まあこの場合ね、こっちですね、ハイブッシュの方にエネルギーを集中した方が良かったですね。これはタラの木ですが、伸び放題ですね。吹きも出てきました。草刈りもやらないといけないということなんですけどね。このいろんな雑草出ますけど、この杉菜がよく出ますね。ブルーベリーは土を酸性しますのでね、杉菜がよく出ますが、まあここのとこね、杉菜でお茶を作って、新茶を飲んでいるわけですね。夏も近づく88夜というね、歌ありますけども、今のことです。ですからこの時にね、自然界のミネラルを豊富に含みました、こういった植物ですね。そこから栄養を取ることによって、1年間無病息災とね、まあそういうことになるわけですね。この種類は花が大きいですね。まあ大玉ハイブッシュと思われますけども、実も大きいですね。葉っぱの形もちょっとね、独特なものとなってますね。ちょうど花と花が終わった後のこの実の原型、ちょっと逆光になりますね。だんだんこの花から実に移り変わっていく様子がね、わかるような、そういった事例ですね、これね。ということでね、まあ今日は特に作業はないんですけど、まあブルーベリーがね、花から実に移り変わっていくというね、そういった様子をお伝えしました。以上でございます。